あかり氏が福島瑞穂氏に助言。福島くんにはまだ難しいかもしれないけど、ガネットで話題。内容はこちら。飯山あかり氏の福島瑞穂氏への助言が話題のようです。では、飯山あかり氏の発言を見てみましょう。飯山あかり。うんうんそうだね。福島くんは救助を広げる活動を頑張ってね。でもプーチンくんを止めることができるのは、救助でも国際法でもなくて、プーチンくんを超える武力だけなんだよね。福島くんにはまだ難しいかもしれないけど、大きくなったらきっとわかるよ。素晴らしい助言ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。福島くんは、大きくなってもわからないと思います。大きくなってもわからない気がする。永遠に難しいと思うよ。飯山先生は、優しいね。すでに大きいですけど、わからないでしょうね。次はこちら。大きくなったら、う、党は小さくなる一方ですけど、福島瑞穂のウクライナカラーに嫌悪感を抱くのは、私だけなのか。確かにそう、だけど、最近の福島くんの髪型が気になって仕方ない。確かに福島氏の髪型、なんだか気になりますね。次はこちら。笑い事ではないのですが、飯山さんのユーモアに笑いが止まりませんでした。ひらがなツイートの理由がわかりました。飯山さん、素晴らしいアドバイスです。飯山さん最高。飯山氏はユーモアセンス抜群ですね。最後はこちら。たとえロシアに憲法9条があっても、プーチンなら即改正するでしょうね。この人たちは本当に信じているの？それともコンコルド公開？お花畑極めた人たち。これらの思考の人々が高邁、なりそうを口にするだけで、それを現実化するための具体的な行動は一切しない。憲法9条でどう日本を守れるのか、説明していただきたいものですよね。結論。福島議員は動画の中で、もし憲法9条がロシアにあれば、プーチン大統領は侵略できない。9条を世界にもっと広げていく、と豪語しているようですが、それではロシアに出向き、プーチン大統領の目の前で9条の素晴らしさを訴えてきてください。それで戦争が終われば、多くの日本人が9条の考え方を改めると思います。まあ無理な話でしょうが。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。